はっ、おお、はい、7000、やった。対話、1000。こんにちは、会長です。本日はですね、情報修正された PL で8倍ダッシュ決めていこうと思います。で、ダッシュの情報がね、2つされたんですけど、まあ、注目すべきなのは6倍ダッシュから8倍ダッシュになったんですよね。これやばくない？やばいと思うんだよね。うん、もうこれでルチアノぐらいワンパンしていきたいんだけど、まあ、そうもいかないっぽいんで、オッケー、ファイヤーボルトは大丈夫。はい、こういうことよ。どう？はいはいはい、これやれるんちゃう？最強、これは無理か。まあ適当に時間だけ稼いで帰りますか。これでもう帰ります。 OKOKOK、 完璧じゃないでしょ。どう？タンク2なのに、もうなんか変なことしないようにしよう。え、そんなことある？はいはい、え、当たってないのこれ？ちょっと焦りすぎてかもしれない。でも味方が間に合ってルチアノも溜まってるんで、これはこっち行くか。王政、なるほど、奥の触ってる狐抜く、賢い。じゃあ狐復帰しちゃうんでそのまま降ります。で、後ろからダッシュを決めていきたいところ。あれ、抜いたの狐じゃないんだよ。なんだ、ドアラビー、なるほど、これ助けてあげるか。アバカンもらったけど、まあさすがにルチアーノ相手は耐えないか。え、耐えそう。オッケー、オッケー、やれるんちゃう？強すぎる。ピエール最強、ピエール最強。ちょ、ダッシュ決めたい、ダッシュ決めたい。どこ？相手どこ？あー、どこ行った、どこ行った。ダメだ。まあ言うて範囲狭いからなかなか難しいな、狙って決めるの。まあワンチャンキルできるようになったみたいな感じ。うん、なんか特別狙ってやるっていうよりかは、まあ劣勢時のワンチャン性能みたいな、まあ、感じかなって思います。はい、まあ、これでめっちゃキルできるようになるとかは、まあ、そういうのはなさそう。最悪ケルプ引いた。いやー、テスラ相手はちょっとしんどいところはあるね。うん、まあ1-1はできるんだけど、2点取るのはちょっと厳しいかもしれない。あ、いけるか。取れました。まあさすがにこれは無理か。取れるんちゃう？これ取れた。
いやー飛んだー、マジか。いやでも取ってない、反対側行ってる。よかった、危な。じゃあとりあえずこっち、こっちはね、うん、こっち行きます。いやキリトに回復あげたいんだけど、 HA して戻ってるから大丈夫。 OKOKOK、 やばくない、テスラ相手に2点取れたんだけど、激アツすぎる。戦いあげます、頑張って。さすがに無理だよね、しょうがない。マジか、それやばい、だいぶやばい。じゃあ行こうかな、広がってないんだけど、一回入ってくれたらいける。これやってサイレント入れてから、まあ爆発早すぎよ。どうしようかな、これ C だな。やられていく、サイレント、やばそう、やばそう。ダッシュ、ダッシュ、これ踏みます。で味方のキリトにタイマンが入ってもらって、このヒーロースキルでなんとか頑張っていきたいけど、味方死んだ、ここだ。はい、サイレント、はい、あー負けてる、ダメだ、ここだまあしょうがないな。うまい、どんまい、どんまい。いやでも十分じゃない ?2 点取れたけど。ああ、また飛んじゃった。すごいな、ピエリの一瞬ダッシュ。これ。これやばくない?完全にさ、アビリティよりこっちの方がやばいんだけど。ちょっと転がっただけで、広がってなかったら剥がせちゃうっていう。もうずるよな。最後は固定でめちゃめちゃ火力の高いね8倍ダッシュ決めていこうと思います。見てください、このデッキ。野良じゃ絶対怒られる最強のデッキなんですけど、とりあえず触ろう。で後ろから OK、 いくぞ、いけ、うおー、はっ、おおはい、にゃー、おーおーおおやばい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 これ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 がしたかったね俺は。いやーでもね、まあまあ出るね、まあまあ、全然まあまあ出るわ。いきます、 OK、 5000出たけど、やばいわ、もうこれ以上やばい。やばい、やめて。 OK、 それはずるい。痛い、痛い。キリスプ同士の不毛な争いが始まってたんだけど、いきまーす、ぐる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 、ダメでした。
ナイス味方、いいよ。これ俺がヘルプ行こう。パレット置いてるから貼りますって思ったけど、いけるんちゃう。ナイス、偉すぎ。はい、7000、やった。対話1000。7000、1000。よしよし、勝った勝った。やばすぎて楽しすぎるぞこれ。いやこれよ、これこれがしたかったんだよね。普通にね、やばいわこの火力。めちゃめちゃ相手びっくりするでしょ、この自称姫シルブレの。いや、おかんが良かったけど、やっぱ距離が必要だからダメかなって思ってシルブレにしといたんですけど、いやにしても火力出たな、嬉しいって思うんですけど、まあただね、実戦でしっかり号令とか積んでやると、まあ、それなりのダメージしか、まあ、正直出ないんで、まあ低耐久ガンナー半分ぐらい削れたら結構いいよねみたいな感じかな。まあただたくさん転がってるピエールを警戒しなきゃいけないって考えたら、まあ結構な圧にはなると思うんで、まあ全然いい調整だったんじゃないかなって思います。まあ楽しいけど強すぎないっていうのはすごくいいことかな。はい、そんな感じでピエールでした。ありがとうございました。